ということで、今年はね、早めに殿様バッタをいっぱい捕まえたくて、いろいろとね、5月から、本当はね、3月ぐらいから偵察に行ってたんですけども、なかなかいませんで、5月に入ってようやく殿様バッタを見かけて捕まえることができました。そしてね、6月に入ったんだけども、6月にもね、なかなかね、何度も足を運んでるんですけども、捕まりません。一度ね、見つけたところなんだけどね、この辺は。もうね、この辺もね、やはり、どちらかというとね、どう言ったらいいんだ。これは言い過ぎかもしれないけども、自分で全部取っちゃったんじゃないかくらい、全然いなくなっちゃいました。それでね、また新しい場所を見つけなければいけないんですけども、とりあえず、今までに、ね、取れた話を今日はしていきます。殿様バッタを見つけてからもね、何度か足を多摩川に運んでね、捕まえてきてるんですけども、3回ぐらい行った時点で、だいたいどうだろう。30匹以上にはなってるかもしれない。そして、他のね、イナゴみたいなものとか、少量バッタ、オンブバッタ、いろんなバッタが、まだまだ全然ちっちゃくてね。でも一応いることはいたんですね。でもその辺は、少しだけね、ちょっと大きめのやつかな。その辺を少しだけ取ってきて、あとはね、このように、殿様バッタだけを中心に捕まえてきました。前にも一回話したんだけども、車バッタという似たバッタがいて、茶色いやつはね、クソバッタなんてかわいそうな名前がついちゃってるんだけど、車バッタの方がね、珍しいっていう人もいるけど、殿様バッタの方が見つけづらいっていう人もいます。車バッタの方は、羽の模様が、なんか大きいのかな。前も動画撮ったけど、あんまりね、僕自身が両方を一緒に比べたことがないので、記憶が定かでないんですけど、この子供の時もそうなんだけどね、この仮面ライダーみたいな頭の部分、チョロキューみたいなね、可愛く大きく出っ張ってる部分、この部分がね、車バッタの方が丸みがあるんですね。殿様バッタの方がシャープみたい。だからね、車バッタと殿様バッタの違いは、このぐらいのね、赤ちゃんとか、幼体の時からね、わかる人が見れば、わかるらしい。比べないとね、難しいよね。だけどこのぐらいの頃は本当に捕まえやすい。今回取ってきた中でもね、2匹だけ、成体と同じ羽がちゃんと生えてる、成長したのがいました。だけどね、まだね、成長したと言っても、ビュンビュン飛ぶほど、羽をバタバタさせて、何十メーターも飛ぶほど成長してなくて、まだ体も柔らかくて、ぴょんぴょん飛び跳ねるだけだった。だからね、捕まえてくることができました。さてさて、それでは、入れようかな。
本当のね、お家、本当のお家というのもおかしいけども、去年ね、このケージを作って、この上のね、丸っぽい部分、網の部分なんだけどね、この部分だけ使ってトノサマバッタを実は飼ってました。そしてね、バッタの季節終わって、このケージそのものをね、もともとグリーンイグアナ用に作ったので、グリーンイグアナをね、去年の11月の末にね、買ってから、買い出してからね、イグアナのケージとしてずーっと夜眠るところとして使ってました。だけどまたこの季節になると、イグアナはね、もうずーっと一日中部屋の中にいます。イグアナの動画はまた別に撮ってあるから、よかったらそれを見てください。それなので、この季節はこのケージを開いたままにしてやるので、今年もまたトノサマバッタ用に使おうと思います。さて、衣装ケースからね、バッタをお家に移します。ちっちゃいのがね、ぴょんぴょん表に出ないように、そっと衣装ケースをケージの中に入れて蓋を取って、今入れ終わったところ。飛び跳ねるけど表にはそんなには出てこないかな。でも元気よくね、飛び回ってますよ。これは大人のやつだ。羽が生えてるやつだ。さーて、今からここが君たちの住まいになるんだよ。あとでね、餌の葉っぱをどうやって入れるかをね、説明したいと思うんだけど、とりあえずね、今この中にはイネ科の細長い葉っぱをお皿に入れて引いておきました。なかなかね、表に自分から出てこないので、今一生懸命出すようにしてます。こんなことやってたらね、羽が生えてるバッタだったらとっくに飛んでっちゃうんだけど、この子たちはまだね、そんなにただぴょんぴょん跳ねるだけなので、逃げてもすぐに捕まっちゃうので安心です。この子がね、一番ちっちゃかったかな、取ってきた中では。でも生まれたてじゃなくってね、そこそこ成長してると思いますよ。次の日にね、見てみたら、こんなにね、まだまだ羽が生えたばっかりの子がいました。抜け殻から帰ったばっかしみたい。もう大人の羽が生えてるんだけど、今ね、抜け殻から出てきたばっかし。羽がね、伸びて、まだ透き通ってたからね。もうちょっとはっきり見たいんだけど、どうしようかな。これね、
網の外から見てるからね、羽がはっきり見えない。蓋を開けてカメラをね、スマホだけどね、ケージの中に入れてみたけど、ピントがね、うまく合うかな。透き通ってる黄緑のね、薄い羽がね、まだ柔らかそうで固まってなくて、これからまだまだどんどん伸びていきそう。羽が生えたって本人気づいてるのかな？それとも最初から羽があるの分かってるのかな？子供の頃からね。さてさて、それでは餌を変えるシーンをスタートしましょう。殿様バッタのね、今から餌の取り替えをしてみましょう。これがね、今飼ってる殿様バッタ用のケージ。というか、これもともとイグアナのね、夜間用のケージで使ってるんですけども、今はね、とても気候が良くなったのでね、イグアナはこの、よいしょ、汚い部屋、窓辺にね、ずっと夜も夜間もいますので、今はこのケージがトノサマバッタの専用ケージとなっています。そしてね、今からね、葉っぱのね、餌の交換をしていきたいと思うんだけども、上の方がね、こっちの方がいいのかな、なくなってるかな。いきます。この子すでにね、ほら、羽が生えてる。羽が生えてきて、生えたばっかしたね、まだ。大人になったばっかしたね。柔らかいの、甘え触ると潰れちゃう。飛ばないように。飛んだ。逃げちゃった。逃げてっちゃった。ちょっと後で捕まえましょう。逃げてっちゃった。とこういうことが起きるので注意をしてやらないとダメですね。こんな感じでもう水がね、相当濁ったりしてるので、これ捨てます。水と別々に分けようかな。そして今ね、新たに水を張った容器がここにありますので、ここにね、取ってきたね、このイネ科の植物ですね。ちょっとね、長めのを取ってきたので、根っこはついてません。なるべくついてないですね。少し小分けにして取ってみて、これをこの容器に入れます。入れます。ちょっと長いからね、なかなか入らないんだけど、そしてこれをこの中に入れます。よいしょ、こんな感じでいいかな。
まあ多少出ちゃってるね。こういうクズもね全部入れちゃいましょう。あ、殻もある。殻殻殻ですよ。トノサマバッタの殻、浮き殻、さっきのやつかもしれないね。あ、また出てきた。やば、また逃げた。すぐ出てきちゃう。はい、閉めます。ね、そしてこの下の方なんだけども、下の方もね一個あるんですけどね、持ってみようかな。よいしょ、ちっちゃいね。あ、ここにも抜け殻がある。あー、また出てきた。また逃げていく。ちょっと少ないなって分かんないんですよ。よいしょ、ほらまだね、羽が生えてないからね、逃げてもさほど遠くには行かないからいいんだけど、あ、こんななっちゃった。抜け殻が結構ありますね。抜け殻が結構あるということは相当抜け替わってるね。相当抜け替わってるってことだね。ってことはやはり成長しているということだね。あ、ここにもいた。やだ、いる。いっぱいいる。逃げてる。逃げてる、逃げてる。やばい、逃げてる。ちっちゃいのがいっぱいいた。これはまだ生えてるね。これもちょっと置いとこうか。ちょっと貸してるか、水だけ。水だけ変えないとね。こんな容器も使ってるんですよ。リクガメフードのね。はい、これもね、まだちょっと使える葉っぱなので、これは葉っぱを、これを入れます。水だけ変えました。はいよ。はい、あ、きっと何匹か逃げてるな。きっと何匹か逃げましたね。はい、こんな感じです。何匹が入ってるの ?30 匹がいると思うよ。そしてね、さっきちょっと逃げちゃった小籠バッタのちっちゃいのもね捕まえてきて足しといたので、オンブバッタとか小籠バッタとかね、ちっちゃいうちはちょっと分かんないのもあるんだよね。チキチキバッタとかね、顔がとんがったやつね、あれは本当分からない。でもね、まだイナゴ類が今年は卵が少ない。ちっちゃいのはね、ぴょんぴょん飛んでるけどね、ちっちゃすぎて捕まえた途端に潰れそうだから、まだ捕まえてませんなので、今のところトノサマバッタと、それから少量バッタのちっちゃいやつだけです。今日はね、葉っぱの、餌の葉っぱのイネ科の植物の入れ替える作業をしました。Mm-hmm.